続いては町復興応援プロジェクト、子育て家庭への商品券配布に関するお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、18歳以下の子どもがいる家庭に生活支援事業として市内で使える商品券を配布します。調布市プレミアム付き商品券と同様の商品券を支給し、利用期間や利用できる店舗も同様です。対象は1、令和3年7月1日時点で市内在住かつ18歳以下の子ども、支給額は5000円、申請は不要です。2、1のうち児童育成手当、生活保護、就学援助のいずれかの対象になっている子ども、支給額は2万円、申請は不要です。3、2に該当しない子どもで、2人親世帯で親が共に非課税世帯、支給額は2万円、こちらは申請が必要です。子育て世帯生活支援特別給付金受給世帯の子どもは支給額2万円です。こちらも同じく申請が必要です。商品券配布方法は簡易書留郵便とし、7月28日以降の発送予定です。申請が必要となる対象の方は、配布時に同封する申請書を返信用封筒で返送してください。申請の締め切りは8月31日までです。なお、商品券利用期間は8月2日から10月31日、商品券を使用できる取扱店は調布市プレミアム付き商品券ホームページをご確認ください。詳しくは子ども政策課、電話 042-481-7106 番までどうぞ。